元々の発祥はですね、江戸の末期から北前船という船がたくさんこの港に出入りしておりまして、そこで莫大なその資金がここで動いたということで、松平の藩主が月に一度御保神社をお参りするということで、山道ですから5本の松のうちの1本が岩棒を遮るとか通行の邪魔になるとかといって、その友の者に一本切らせたという言い伝えがありまして、五本の松が目当ての松として当時の灯台代わりの松だったんで、そこで領民たちがあとの四本の松は夫婦松として残してくださいと、と歌に変えてお殿様にやんわりと抗議したんだと。それがずっと今日まで歌い継がれておるということ。松武将尊会は34年前からずっとここで奉納させていただいて、後継者の育成というのが大きな課題なんですけど、この町は夕方の5時になるとチャイムではなくて清張石の御松武士が流れるという町なんで、もう町挙げてその御松武士を守っていこうと、全国に広めていこうという思いで今日まで来ております。